皆さんこんにちは、太郎です。本日は6月21日水曜日です。本日はですね、昨日とはまた変わりまして、雨が降りましたので、この耕作放棄地にやってきております。そう、ついにスライドモア、はい、修理完了しまして、ちょっと昨日ね、ショート動画でもお送りしたんですけれども、はい、補強としてね、ラックとホースをつけております。コメントをくださった方、ありがとうございました。でちょっとね、今軽く濃度を変えてきたんですが、やっぱりあのちょっと被覆しきれなかった部分、あそこがね、ちょっとグニャングニャンするような感じがあったので、ちょっとね、あそこも補強を入れようかなと、また新たに思いましたが、はい、今日はですね、ここって言ってわかるかな？続きです。前回はですね、仮払い機で、ね、一生懸命、ゴミね、鉄パイプ。こちらに、はい。あそこ鉄パイプの山がありますが、山というほどじゃないですけれども、はい。ああいうね、ちょっと障害物を取り除きながら草刈りをしておりましたが、なかなか拉致が開かなくてですね、で、下にも草がね、以前の切り草がまだ残っていて、ちょっと草刈り機じゃ大変でした。ただびっくりしたのが、刈り進めていくうちにね、どんどん内側に入ると、イノシシに荒らされた跡がね、やっぱりありましたね。イノシシは見えないところでね、そういう転がるような動作をするんだなぁと、そういう習性なのかなと思いましたが、もうね、すぐそば、田んぼなんですよね、前回も言った通り。ですのでね、今日も、この耕作放棄地をきれいにするためにトラクターでスライドモアでですね、刈り取っていきます。はい、一応ね、位置関係としましては、はい、あのね、杉の木が見えると思うんですが、画面真ん中のところ、あそこの下が耕作放棄地だったところ、スライドモアで開拓したところですね。で、耕運をしました。で、そこに行くための農道がこちらですね。一番最初に開拓した農道、はい、あぜ草刈り機で行って、スライドモアで通って草刈り機で仕上げをすると、そういったことをした農道であります。で、あのまた杉の木のところに戻りますが、あの杉の木の向こう側がですね、あの堤防道路、堤防農道ですね、私が開拓している廃堤防農道ですね。そういう位置関係になりまして、でね、もうここも耕運して畑のようになってますが、ここも耕作放棄地で私が草を刈って耕運をしました。で、次、ここという風になっております。で、どんどんね、このように、イノシシの行動範囲を狭めていってるというところであります。効果があるかどうかはわかりませんが、忌避はできると思うのでね、しっかり頑張っていこうと思います。それではやっていきます。はい、それでは作業前にいつもの通りね、メンバー紹介を。久保田トラクター SL45 に、ニプロのスライドモア TDS1400C 1.4m のスライドモアです。先輩が帰ってきました。治りました。そしてオペレーター、私太郎でやっていきます。それではエンジンかけます。ちょっとね、草が濃いので PTO は2速に落としておきましょう。いや、3速で行こうかな。うるさいからな。エンジン音がうるさいのでやっぱり3速で行きます。はい、で3速なのでエンジン回転はね、このぐらい、1500弱、そんな感じですね。はい、で、まあこの前のね、草刈りを行ってからちょっと1週間ぐらいかな、経ってるので、もうね、切り跡からぐんぐん伸びてきておりますが、もう 4,50 センチになっておりますね。まあそれはもう無視して、とりあえず前面をやっつけようと思います。まあ草刈り機じゃねえ、かなり難儀しましたが、スライドモアだったらですね、全然難儀しないと思うので、このぐらいならね、はい、楽しみであります。よいしょ。はい、それではバックして定位置につけましょう。はい、それではやってまいります。よし、行こう。いいですね、伸びる青いホース、綺麗です。本当ね、コメントはね、ありがたいですね。
っぱね、ネット上のね、賢者の方がね、まあもちろんね、お互い素性は知りませんので、このようにね、ネット上の賢者と表現させていただきますが、やっぱりね、勉強になりますね。よいしょ。いろんな方からね、最近はほんといろいろね、今年もコメントに助けられてる作だなぁとつくづく感じております。あと、とある方からね、ガラス拭いてくださいということでコメントをいただいてましたので拭いたんですが、どうでしょう。ただね、せっかく拭いたんですけれども、先ほどこの撮影前のね、作業で早速もう埃かぶったので、まああんまり意味ないなと思ったところでありました。なのでね、もうこの画角で我慢してもらえると助かります。これ以上はできません。汚れたなと思ったらね、時折ワイパーしようと思いますので、それでお付き合いいただけると嬉しいです。よしよし、いいですね、いいですね。まあ、そんな地面キワキワで刈る必要もないかな。もうだいたいね、だいたい刈れれば、あとはトラクターで耕運すればいいからですね、いいと思います。まあ、ただ気をつけないといけないのは、やっぱりね、ここどこそこ鉄パイプがあるので、このスライドマンはね、仕組み上鉄パイプ、巻き込みにくいので大丈夫なんですが、あ、ここもほら、ぬたばにされてる。ちょっと見えづらいですけど、いや、多いな。はい、スライドマンはね、仕組み上ちょっとね、鉄パイプは巻き込みにくいんですが、ロータリーとかになるとね、もう完全にやっちゃいますので、ちょっと考えもんですね。まあ、耕運する必要もないのかな。まあ、とりあえず草刈ればね、だいぶいいのかなと思います。でもちょっとね、やっぱり過去の草がだいぶあるんで、ちょっと耕運したいですね。PT を止めないと飛ぶな。あんまりにも草が濃いとね、草が濃いというか、この切り跡ですね、スライドモアの場合はいいんですけれども、はい、なんか巻き込んだよ。ちょっとね、何があるかわからない、怖いですね。まあ、音も大したことないのでそこまではないでしょう。よし、でもね、まあ、これでね、とりあえずここの場所さえ終われば、とりあえず配濃度、そしてね、まあ、後ろに映ってる原野ね、今この画角の後ろですね、画面後ろはもう手がつけられない原野なんですが、そこを除いてこの一帯のね、耕作放棄地がね、こう草刈り完了となりますので、まあ、かなりね、その効果については期待をしております。今日ね、ショート動画でも上げたんですけど、うわ、なんだ、苗のポットがあったんだ。もう少々のプラゴミは仕方ありません。無視。もう雨でね、外もね、ずぶ濡れですので、ずぶ濡れまではないな、ちょっとね、めんどくさいのでね、もう降りません。金属関係のね、やばいもの以外はもう全部もうスライドモアでね、買っちゃおうと思います。本当はいけないんですよ、いけないんですけどね、もうわからないですもんね。これはこれでね、前回は草刈り手でしましたが、それはそれで怖いんですよね。すぐ足長鉢が出てくるので、よいしょ、バックの時は PT を切ろう。なかなかね、怖い思いをしながらこういったところは草刈りをしますが、ほんとね、コメントでハチスプレー持ってた方がいいですよってアドバイスいただいたんですけれども、ほんとその通りだなと思いました。それがあればですね、
まあ、結構ね蜂が出てもまあ泡でも あそっか、どこに持ってるかによりますね。うわ出たよ出たよ、ほらパイプがいっぱい出たよ。あだやだな、車から降りないといけないじゃん。よいしょ、巻き込まないように。うん、巻き込んでるなこの音は。ちょっと前に行って、何か巻き込んでるな。よしよしよし、とりあえず願うのはこの作業が報われてくれというのだけですね。せっかくやったので、まあわからないけど、まあただね、ほんと最初の方にこう草刈り幸運した耕作放棄地も、まあ幸運、草刈りと幸運したことでね、かなり出没数は減ってるみたいです。まだ出てきてはいるようなんですけれども、結構ね減ってました。まあ、減ってたというのは、その遊び場にされる感覚がね減ってるということです。わわわわわ、これわわ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 わ、最悪、マルチだ。うわもうちょっと待って、もういやじゃないんだから、スライドコアは嫌だわ。いや、週末世界もこうなってるんですかね、北斗の拳みたいなね。きっとね、なんだったっけ、チェルノブイリ原発なんか事故があったところ、チェルノブイリでしたっけ。なんかもう動物が適応してるんでしょそこって、なんかテレビで見ましたけど、すごいですよね。もう放射線すらもねものともしないわけじゃないんでしょうけども、放射線に打ち勝つそのね適応力、人間がいなくなって世界って、まあ、これはねまだ人間が10年ぐらい前に管理してたんでしょうけれども、ほんとなんかいずれ、まあね近い未来じゃないでしょうけどね、まあ、そんな極端なこと言ってもしょうがありませんが、よいしょ、ちょっと棒がゴミが多いので取り除きに行きましょう。はい、畜生トラクターだからな、持ってこなかったな手袋を。なんかいっぱいあるぞ。はい、まあ、このようにねパイプの類はただ上をね潰していくだけの感じになるので、まあ、そこまで問題ないんですけどね。あらいっぱいあるじゃん、なんだこれ、まあ、鉄パイプだらけここ。最悪、通りですごいイオンがしたわけだ。うわー、なんだこれ。いやーもう、ああいっぱいある、いっぱいあるよ。手袋持ってくるべきだったな。もういいやって思ってね、トラクターだから。くそー、そうだここは障害物が多いんだった。なんかいっぱいある、ネットとか。もうさっきマルチ吹っ飛ばしたから、ほら見てください、あんなことになってます。もうトラクターにも引っかかって、なんだ。はい、よいしょ、頑張れ頑張れ。まあね、愚痴を言ってもしょうがないので、工作者の方も亡くなってるし、家遠いし、奥さんにねしろって言っても難しいですしね、しょうがない。ほんと、もうね、ああなんだこれ、ね、ネット、痛い、ネットが、ああネット、
あ、取れないよ。カマがいるな。よいしょ。うん。ちょっとね、この除去作業に暇がかかりそうなので、ちょっとカメラを止めて頑張ります。それではやってまいります。はい。ちょっと何本か片付けましたが、ちょっとね、想像以上に多かったので、もうね、その部分を避けてやろうと思います。最後に残しとこう。晴れた日に引っこ抜いた方が早いですよね、きっとね。うん、きっとそうだ。それではエンジンかけます。ピーテを入れます。よっしゃ、やっていくぞ。よし、よし、よし、よしと。スライド出して、もっと回転が足らない。よし、よし、よし。はい。うまいこと、避けながらと。よいしょ。ここは、鉄パイプ。もうちょい下がれるか。うまいこと避けないとね。ね、こんな。作業で壊しちゃっても仕方がありませんので、ここは危ないところには近寄らず、そう、もう地面から浮かすぐらいで、浮かすとね、ゴミがめちゃくちゃ飛んでくるんですよね。悩ましいな。普段こんな飛んでこないんですけど、ちょっと浮かし気味だからね、多分飛んできてるのかなと。飛散防止のゴムカバーとかもついてるんですけどね。まあこんな感じであります。よしよし。いやけどやっぱりスライドも早いわ。前回ね、草刈り機でぜーぜー言いながら刈りましたが、もう同じぐらいの面積は終わってるんじゃないかな。やっぱり機械ですね、まあ、もちろんね、草刈り機のように隅々まで綺麗には刈れませんけどね、まあ、やっぱりこれだ。スライドマー先輩がね、スライドマー先輩、そしてあぜ草刈り機、こいつらを中心にね、まあ、開拓していかないと。身が持たないのと時間がかかりすぎますもんね。だからね、この前のような故障はね、なんとか防がなきゃいけないですよね。あの、故障しちゃったじゃないですか、ホースが。結局1週間稼働できなかったんで、あのスライド前でね、やる本来の仕事ですね、私の本来の仕事もね、やっぱりね、ちょっと進まなくなっちゃってね、困っちゃいました。気になるなこれ。やっぱりピテを入れよう。ピョンってちょっとね、カメラで映ってるか分かりませんがね、セイタカのね、刈り跡がピョンと立っております。はい、今浮かしてますよ、浮かしてます。バックです。バックなので浮かしてます。切れるかな、切れないかだよね、切れないよね。よくだけでいいや。よし、障害物ゾーンにやってきました。はい、障害物ゾーン。いいか、パイプの類なら。あ、でも見つからなくなるな。うん、なんとも言えないですね。よいしょ、少しずつ使っていきましょう。おっと、これは危ない。よし、
記念入りだけはね避けたいので、今ね買ってるところには私の家の田んぼは隣接はしてないんですけれども、結局ね行動範囲で考えると、まあ、結局やられると思うので、イノシシの行動力ならねやってて絶対に損はないと思っております。よしよしよし、うん、けど終わりが見えるに従ってどんどんなんかどんどん障害物が増えるな。こっち側で中心に栽培されてたのかな、家庭菜園か何か、ちょっとその見るからになんかそのぐらいのなんかいろいろ作ってそうな、家の畑でいろいろ作るような畑のなんか仕掛けといいますか、そんな感じが見えますね。いろいろ作ってらっしゃったんですよね。ああほらまた穴が出てきた、新しめの穴だ。あそこね穴がありますね。よしよしよし、まあスライドもあの復帰戦にはいいぐらいですね。このぐらいが最初から排能道はねちょっと心配なので、このダクトホースがどれだけ仕事するかをね見れてよかったです。あのほんと先端のカバーしないといけないな、何しようかな。理想はあれなんですよね、スプリング、あそこちょっと曲がっちゃうので、なんかあるじゃないですかそういうスプリングでカバーしてるやつ、しかもそういう曲がりそうな部分が曲がらないように、なんていうのかな、あのカバーはちょっと分かりませんが、あのちょっと名前は分からないあのスプリングカバー、まあ、あれが理想かなと思いましたね。よいしょ、このぐらいかな、このぐらいかな。うーん、何か怪しい音がまたしてるな。パイプも厄介ですけど、まあ、切り刻むんでしょうけれども、巻き込んでも切り刻むんでしょうけど、その溶けかすがベアリングの方に行くとなんか嫌ですよね。よし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 、いいっすよ。でもまあおおむねよろし、おおむねよろし、そうそう、だいたい綺麗にすればね、そう完璧を求めちゃダメですよね、こういうのはね。だいたい綺麗にすればきっとイノシシも、いやもう泥が飛散してるんだ。よいしょ、ピテを切って、確かにね少しでも綺麗な映像をお届けしたいというのはあるんですけどね、なかなかだな。ここはちょっとだな、ちょっとここはスキップしよう、ちょっと買ってからスキップしましょう。
難易度が上がるな。難易度じゃないな、障害物が増えるな。難易度的にはね、なんてことないんです。ただ平面のところをね、買ってるだけなので、難易度は特にこれっぽっちも高くはないんですけれども、ほんとね、いつもの配当度と比べれば簡単な作業であることに変わりはないんですが、いかんせん障害物がよいしょ。障害物かな。よしよし、まあ、しゃあないしゃあない、まあ、分かってて勝ってますからね。そう、最初からね、僕は障害物が多いっていうのは分かってることなので、文句も言えませんね、そんなに。うん、でもどんどん近づいてきた。ゴールがね、ゴールが近づくけど、ここに立ち入れないっていうのが悲しいな。パイプが全部倒れればな、倒れるだけでもいいんですけどね、倒れれば巻き込まないので。よいしょ、よし、やっていこう。地主さんに請求してはとか、まあなんかその、まあ、お金をもらう仕組みをね作ってみてはという趣旨のねコメントをいただくこともあります。ありがとうございます、まあ、もちろんね、この今ね私がやってる作業を見て、まあその私のね経費的な心配をしてくださってるんだと思うんですけれども、またそれと同時にね、本当同じ気持ちの方が多いんでしょうね。そう思いました。まあこの無賃、まあ、ボランティアで大基地を管理されてる方とか飼ってる方、まあ、結構いらっしゃるんだなっていうのが本当ね、これをやってて思う印象です。けどまあね、もうその方々にも、まあ、もちろんね頑張ってくださいとしか私も言えませんけれども、まあでもね、本当ねやらなければね、もうこればっかり誰も助けてくれませんもんね、もう正直ね。まあ地主さんに言えればいいですけども、いませんからね、このようにね、どうしようもない。はい、でね、まあ、まあ正直ね、農家でもなければ相続もしたくないでしょうからね、農地は。いや本当ね、まあまあ邪魔なんだろうなと思います正直。その持ってらっしゃる、その相続されたご家族、遺族なんていうんですかね、そういう方からしたらね、もうなのでね、本当放置するというのはもう素直な
乾燥なんだろうなと。もう知らない土地だし、まあ行ったとなるのもね、まあそう思っては欲しくないですけどね、全国の方に。ちょっとでもまあ自分が農家じゃなくて同じ立場だったとしたら、なんだろう、この気持ちがわからなくもないから、まあなんとも言いづらいところですよね。正直私も農家じゃなかったら、正直ちょっとね、全く知らない土地ですよ、知らない土地に自分家の土地があると言われて もう知らんぷりしちゃってるんだろうなって正直思います。まあ、いけないんでしょうけどね、それの積み重ねがこの好奇心問題を生んでるんでしょうから、まあいけないんでしょうけど、自分もそうなっちゃってるんじゃないかなと思ってしまうんですよね。強いなこの枯れ草、これは2だな。全然生草より枯れ草の方が強いです。回転数を上げます。よし、そして戻ってきました。戻ってきて、さて作業も終盤、どうしようかな。けどちょっとね、障害物の量もね増えてきましたので、ちょっとね、またこれはお預けかな。完成はちょっと尺が長くなりすぎそうな気が、どうしようかな。ちょっとまあうまいことお付き合いください。私ね、もうちょっと私の動画長すぎることがあるので倍速推奨してるんですけれども、まあ、倍速じゃ何言ってるかわからないというコメントもいただきましたので、まあね、もうこればっかりは視聴者さんに委ねます。ごめんなさい、うまいこと見てください。でももう、はい、ご存知の通り編集は行いませんので、申し訳ないとか言いながら、まあ申し訳ないとか言いながらね、もうお願いしますですね。お願いします。はい、すみませんが、うまいこと見てもらってもよろしいでしょうか。はい、なかなかね、あんまり YouTube 編集頑張ると夜こもりもできないのでね、まあ、こもりができないじゃないな、まあ、違うな、知識がないっていうのだな、知識がないっていうのと、まあ、できない、しない、まあ、やろうとしてません、こればっかりはね。ちょっとね、もう賛否あるっていうのはね、もう、うわうわ、このね、無編集に賛否あるのは重々存じているんですけれども、はい、できればね、もうこのスタイルでいきますので、これについてはね、ご理解お願いします。はい、私は編集をしません。はい、まあこの編集しなくてもね、やっぱり YouTube に投稿するのって編集はしてません。なのでパソコンについてる時間はね、まあ本当なんだろう、作業してる時間だけで言うとね、うわ、10分とか15分とか、作業だけの時間ね、例えばクリック、あー落ちちゃった、クリックするでしょ、クリックしてまず GoPro からパソコンにファイルを転送します。で、 GoPro のファイルでかいので、はい、待ち時間、その待ち時間を考えずに、ただ作業時間だけで考えると、そこまでね、おかげで、はい、おかげさまで作業時間少ないんですが、やっぱりね、拘束時間は結構あるんです。こう見えても拘束時間はね、長くて、ファイル転送時間でしょ、で、まあ、変換ソフトで編集するので、まあ、ポチッとね、まあ、動画をくっつけて変換して、でその変換する間の時間、また微妙な時間がかかるんですよね。かかるときは30分とかかかりますので、まあ動画の長さにもよりますが、
なんだろうな、作業量はね減らせてるんですが、拘束時間をね減らせてないですよね。もちろんずっとパソコンの前にいるわけじゃないんですけどね、その間にね。で、変換が終わったら次はね YouTube のサイトにアップロードするんですが、まあその間にもね拘束時間がありますので、まあそれなりにね、まあ、無編集というね強みは活かせているんですが、なかなか時短という面ではねまだ改良の余地がある私の動画であります。まあ改良に改良を重ねることでね、まあどんどん見づらくなるんじゃないかと思うんですけれど、でもどうなんだろう。いやでももう動画の質としては変わらないかな。まあこんな感じかな。まあなのでね、はい、最近はね本当嬉しいことに登録者数もねたくさん増えてきました。ありがとうございます。あ、今地面つけてないですよ、大丈夫ですよ。なのでね、ちょっとちょいちょいね動画中にこのね私の動画の趣旨の説明をね言い訳のようにさせてもらっておりますが、まあこんな感じですので、ぜひね、まあ、ぜひあニュータイプだなと思っていただけると嬉しいです。よいしょ、なんかすごい巻き込んだよな。あ、でももう出口が見えてきた。よしよしよし、よしよしよし、なんかビニールかなんか巻き込んだんでしょうね。ペチ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 いってるな。よいしょ、頑張れ頑張れ、あとちょっとだ。よいしょよいしょよいしょ、ここだけでも、ここだけでも通したいな。もしね、本当、まあ、草刈りなんかで、ね、成功してたら、このイノシシ対策が成功してたら全国ね皆さん困らないと思うんですが、これでね本当被害が軽減できたよっていうのがちょっとね、もし分かれば、なんだろう、まあ、完全にねその電柵とか導入費用とかあるじゃないですか、まあ、そういうのじゃなくても軽減ができるんだよというのでも示せたらなと思っております。あ、思っております。まあ、もちろんその示せるかどうかすらちょっと微妙ではありますけれども、やってみないとわからないですからね。結局耕作放棄地も最初ね書いた幸運した耕作放棄地も今その出没する回数減らせてますので、今のところね、やっぱり人間の手が届くというのはね重要なね要素なんだなと、それは本気で思っております。私だからそれがね、まあその科学的にね立証とかそういうね論文的な立証はできませんが、そのねなんか結果出たぞっていうのはね、この動画を通してね、おお、なんかあった、でっけえバケツがあった、無理だよ、ああ当たるよね、高さ規制の問題でね、あ、バケツがありましたよ、見えない、もう香川くんだろうな、顔しとこう。ちょっとね、まあ、バケツは倒しときましょうね、割れないから大丈夫かな。
言って、ああ割れちゃった。うん、こっち側に倒そう。それでいいや。はい、倒れてくれ。はい、よーいしょっと。はい、上手。よしよしよし。そうなんですよね。さすがにゴミ処理まではしようとは思いませんけれども、私の声じゃないんで、まあ本当ね、でもあると思うんですよね。このゴミで言えば耕作放棄地に、まあ、例えばね、心ない人がゴミを捨てていくとかね、コメントでもね注意喚起していただきましたが、やっぱりこういったね農道とかをきれいにすることで不法投棄する人が侵入するようになるから、ちょっと注意した方がいいですよというねコメントもいただきました。ありがとうございました。まさかねそっち方向でのね、なんかまあネガティブな可能性も出てくるんだなと、通したら通したでね、全く人間というものはああすればこうしますがね、いい世の中になってほしいなと切に願いますけれども。お、ほら隣の田んぼもすっきり見えてきましたね。よしよしよし、隣の田んぼの稲を切らないように、あぜ草だけを切るようにと。よいしょ、いいっすよ。いや、よろしいよろしい、非常によろしい。やった、出口が見えてきた。ちょっとね、あの区画はもうゴミがありすぎるのでやめておきますが、でね、はい、ここの木2本ありますけど、この2本の木はね、あの草刈ってくれるのは嬉しいけど、できればちょっと残していただきたいと言われておりますので、ここは残しておきましょう。よし、道が見えたよ、嬉しいな。また一つ何か貫通してね、もうねこんなね丸見えになると獅子も嫌なんじゃないですか。ほらもろ見えですよ、もろ見え。嫌でしょ、絶対嫌でしょ。自分が獅子だったら嫌だな、コソコソしたいな。側からこの木の根元が獅子の通り道だったんですけれども、ちょっと草刈り機で綺麗にしてやろうかなと思ってね入ろうとしたんですが、草が濃すぎてね全くできませんでした。やっぱりスライドモアだ、この先輩の破壊力ね。あー、いいわ、まあね、私が大金持ちになってカルゾ13をね買えるようになるまではやっぱりねこのスライドモアで地域のね、地域のイノシシ問題をね少しでもね一助になれればとは思ってますけれども、よっしゃーしゃーよっしゃ、嬉しい、本当に嬉しい。ここ一帯がちょっとね、ここも完全制覇ではないですけど、この耕作放棄地もね。あー、サムネイル撮ってない、やばい、そうだ、うわ大雨だし、いやー、いやでもよし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 、ほんと綺麗になった、ほんと綺麗になった。見えますか、見えますか。あとちょっとだ、あとちょっとだ。あー、はいはい、興奮してぶつけないように、ちょっとね、興奮
奮して車の、あ、トラクターの速度が上がっておりました。そうそうそう、こういうね、あるんですよね。あぜ塗りの最終日、白かきの最終日、田植えの最終日、なんか浮き足立つ日がありますが、そういう日こそね、注意しないと。ほらほら、車体が斜めになった。こけるわけにはいきません。こんな作業で機械を壊すわけにはいきません。よっしゃー、よっしゃ。え、マジで綺麗になったな。よしよしよし、ちょっと端っこに行って今日のおさらいをしましょう。よし、はい、ということで耕作放棄地ね、粉砕しました、まあ、ほとんどですね。ちょっとあそこの木の周りだけはちょっとさすがにね、棒が多すぎたので鉄パイプとかね、支柱がやりませんでしたけれども、まあ、今日はね、この辺りからずーっと借りてね、はい、もう向こう側が丸見えになりました。でヌタバもね、これでね、あそこにしかもう作れませんが、まあもう作れる可能性があるところで極力少なくできましたね。もちろんね、そこの原野ずーっとね、こう原野が広がってますが、そこからね来られたらもう太刀打ちできませんけれども、まあ、そこから出てくる必要ないぐらいそっちは広いので、そっちにいてくれないかなと思ってるんですが、とりあえずね、この田んぼとね隣接するエリア、はい、ほぼほぼコンプリートです。はい、ほぼほぼコンプリート。ちょっと後ろ木で見えませんがね、はい、田んぼと隣接しているエリアはほぼほぼ書き終わりました。これでね、また今年の被害状況をちょっと見ながら、どうなったか動画中でもね、また紹介していこうと思います。でこれが終わったので、とりあえずこの耕作放棄地周辺は一段落なんですが、まだ私には廃農道が残っておりますので、あそこをね断ち切れば、イノシシの出入り口をね、とりあえず人間のね人工的な管理が行き届いたものにできるので、まあでもただちょっと先が長すぎるんですので、あれはまあ頑張りすぎず、もう頑張るとねちょっと疲れちゃうので、頑張らずに頑張ろうと思います。わけわかんないな、はい、ということでね、まあ、今日は以上となります。本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、ちょっと長いんじゃないと思った方も、いやいやまあしょうがないよ、だってそんなもんだもんと思ってくださる方も、いずれにせよですよ、ポジティブな感想でもネガティブな感想でもコメントと高評価と、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。